日本の成田空港にちょっと着陸したように見える外国人の乗務員が、日本の空港をとても不思議に思って周りをキョロキョロと見ています。その時、人々の悲鳴とともに空港の明かりが突然すべて消えてしまい、外国人の女性も非常に動揺して足を踏み外し、空港の床に倒れてしまいました。暗い空港の中で恐怖に震えていた外国人の乗務員は、パニックになった顔で急に携帯電話でどこかに電話をかけ始めます。そんな女性を見ていた日本人が暗闇の中から近づいてきて、何かを彼女に渡しました。それを受け取った外国人女性は、さらに戸惑ってどうしていいかわからなくなってしまいました。一体、外国人の乗務員は日本の空港で何を経験したのでしょうか。こんにちは、私はノルウェーの大手航空会社で特急乗務員として働いているイナグレタと申します。この前、私は人生で初めて日本という国を訪れる機会がありました。これは旅行の目的や余裕があってのことではなく、私が搭乗していた飛行機に機体の不具合が生じ、とても偶然に日本の空港に着陸することになり、飛行機が修理される約2週間の間、意図せず休暇を過ごすことになりました。実は緊急着陸で日本に来る前には、日本という国がどのような国か全く想像もつかないほど、日本人や日本について非常に知識がない状態でした。なぜなら、私が勤務していたノルウェーの航空会社は近隣の国程度しか運航していなかったので、日本人に出会う機会はほとんどなく、私には日本人の友人さえいませんでした。しかし、たまに仕事を終えて私の航空乗務員の同僚たちと話す機会があったのですが、その度に彼らは日本という国がとても素晴らしいと言い、彼ら自身がチャンスがあれば日本経由の他の航空会社に移ることを望んでいると話していました。同僚たちは、携帯電話一つで生活できる国だという話とともに、ノルウェーのように不便な生活をする必要が全くない国だと話しましたし、乗務員の勤務環境においても、日本の空港と密接な航空会社で働く方が福祉や待遇がもっと良いと言っていました。しかし、私は生涯ノルウェーが先進国だと信じて生きてきたので、このような同僚たちの言葉は全て嘘のように感じていて、日本もただの普通のアジアの国と変わらないだろうという私だけの考えを持っていました。しかし、ある日私が勤務していた飛行機は、強い乱気流に伴う悪天候で機体が激しく揺れ始め、私は乗客たちを落ち着かせながら、これは単に高度の違いによる風速の変化で、少し時間が経てば大丈夫だろうという緊急対応を行っていました。なんと20分間、着陸をすべき空港の滑走路に着陸できずに上空をさまよっていた私たちの飛行機は、さらに悪化する天候のため、最も近い国である日本の空港に緊急着陸することを決定しました。乗客にも緊急事態に対する臨時着陸を説明した後、幸いにも日本の空港に緊急着陸することができました。重大な天候の悪化と強風のため、飛行機は約2週間の修理期間が必要でした。そうして私の航空会社は乗客にある程度の保証をし、すぐに他国の飛行機に乗れるようサポートまで行いました。しかし、私たち乗務員は、日本の空港で2週間もの間、泊まり込みで生活をしなければならないという突拍子もない状況が始まってしまいました。緊急着陸による臨時入国だけに、日本の成田空港では私たち乗務員の入国審査を念入りに行い、厳しく始めました。最初は、なぜこんなに厳しくするのかと思いましたが、私は日本の成田空港で用意された乗務員用の休息室に入った瞬間、とても驚かざるを得ませんでした。成田空港内に乗務員の長期休息のために設けられた日本人乗務員用の待機室は、実際、私の家よりも良いほど何もかもが揃っている空間でした。何十人もの乗務員が共用するスペースでありながら、その人数に見合ったデスクトップやノートパソコンが休憩室の中央に用意されていたことが、非常に大きな衝撃でした。私が働いていたノルウェーの航空会社では、たった1台のノートパソコンがどこかに置かれていれば、事実上10秒で盗難に遭うのが当たり前の現象ですが、ここ日本では乗務員が滞在する場所で誰もが非常に高価なノートパソコンを全く狙わないのです。しかし、さらに驚いたのは、すでにそこにいた日本人乗務員たちは、それぞれがノートパソコンやタブレットのような電子機器を持っていたという事実でした。日本を一度も経験したことがない私には、そういった高価な電子機器を一人一人が持っている日本人の姿から、日本が本当に裕福な国だったのだという考えが少しずつ湧いてきました。そして、予期せぬ緊急着陸であったため、日本の空港職員の方々のおかげで、およそ2週間、私を案内してくれる日本の同僚を紹介してもらうことができました。
私たちの航空会社は飛行機の欠陥やミスで緊急着陸を余儀なくされましたが、なんとか成田空港では私たちのような緊急着陸をした他の航空会社の乗務員を集め、それぞれに日本での休息や短い観光を案内するノルウェー語を話す日本人のスタッフをつけてくれました。私はこのようなシステムを持つ成田空港に驚くしかありませんでした。これまで多くの国を経験したわけではありませんが、アジアの国々の中で日本を除いて、そしてヨーロッパのほとんどの空港を経験してきた私としては、実質的に招かれざる客である私のような一時的な着陸の乗務員にまでこれほどのケアをしてくれるシステムを一度も見たことがないからです。さらに成田空港の関係者は、緊急着陸で日本に来たとはいえ、私たちのような乗務員も日本を訪れた旅行客の一人だと言って、緊急着陸の記憶が日本での良い記憶に変わるように、このような航空会社のケアシステムを長い間実施してきたそうです。そして、空港に滞在しながら、心置きなくガイドと一緒に日本旅行に行ってこいという提案を最初にしてくれました。招かれざる客のように感じていた自分ですが、成田空港の方々の声明には驚かざるを得ませんでした。実際に、私たちの航空会社も成田空港の提案を受け入れ、機体の修理を担当する人員を除いては、2週間の自由休暇を保証されました。特に、私を案内することになった日本人空港の同僚、佐々木さんはノルウェー語を非常に巧みに話すため、ここは本当に先進国だと感動せざるを得ませんでした。そうして始まった佐々木さんとの突然の日本旅行は、日本がなぜ素晴らしい国なのかを教えてくれる非常に特別な時間でした。特に私が驚いたのは、私が勤務していたノルウェーの空港が持っていたインフラとは全く異なり、非常に発展したインフラが日本の空港の近くにはすでに完成していたという事実です。ノルウェーでは空港の近くに本当に何もなくて、ご飯を食べたりコーヒーを飲もうとすると、空港の外へ数時間車で行かなければならなかったのですが、日本では空港の近くにすでに巨大な都市が完成しており、空港が都市インフラと調和を成していました。そして、それに加えて空港の近くだからか、乗務員に必要なインフラがよりよく構成されていたのは特に良かったです。もちろん、私が滞在することになっていた成田空港の乗務員休憩室には全てが用意されていましたが、空港近くの都市を旅行していて最も多く見ることができたのは、単純な洗濯屋だけでなく、乗務員が着用する服までも非常に早く洗ってくれる専門の作業服洗濯屋が街中に数えきれないほど多くあったという事実です。佐々木さんは私にとても細やかに日本という国について教え始め、特別な食べ物まで一つ一つ紹介してくれながら、私を日本という国の魅力に引き込んでくれました。このようなシステムが本当に良いと思い、このような制度的提案を準備してくれた成田空港の関係者が素晴らしいとさえ思いました。そうして約1週間の空港外での休暇を終え、残りの1週間は空港内で日本の空港スタッフの仕事場を見学する予定を立て、私と佐々木さんは再び成田空港に戻ってきました。しかし、佐々木さんが運転する車に乗って空港近くに近づくにつれ、私の目には理解できない状況が見えていました。ちょうど日が暮れかけていたため、空港には明るい明かりが必要だったのですが、私の目の前にはただ暗くなった成田空港の建物だけが見えていました。私はあまりにも動揺して、佐々木さんに今空港が停電しているようだけど、これが今の正常なのか非常事態ではないのかと尋ねました。佐々木さんは私の質問に空港の建物を確認した後、突然わからない行動を始めました。佐々木さんは非常に急ぎの口調で空港の入り口の路肩に車を止めた後、今からは実戦状況だと言いながら、自分と一緒に空港の中に入り、人々を落ち着かせようとする、理解できない言葉を吐き始めました。何はともあれ、佐々木さんの言うことに従うしかなかった私は、すべての電気が消えている成田空港の中に入り、そこで電気が完全に止まり、慌てている人々と出会いました。特に、日本を訪れた外国人客は私のように困惑した表情をしており、外国人の私を見つけると、空港のすべての明かりが消えているが、一体何が起こったのか、と英語で尋ね、パニックになり始めました。私も空港の乗務員として勤務していたため、何とも言えない使命感が湧き、停電で一時的な災害状況が起きた空港の内部の外国人たちを一人一人落ち着かせるしかありませんでした。世界最高の先進国という言葉だけを信じて日本を楽しんでから再び空港に戻ったのですが、私はこの衝撃的な停電の状況で、結局のところ日本は電気代さえ支払えない貧しい国だったのだと思い、突然怒りを感じ始めました。私が勤めていたノルウェーの空港でも一度も経験したことがない停電問題に、時間が経つにつれて怒りを覚えずに入られず、本当に一切の光もない日本の空港の姿にはただ困惑するしかありませんでした。
しかし、ちょうどその瞬間、奇妙な光景に直面しました。軍服のような服を着て保護装備まで整えた彼らは、わからない手信号を送りながら突然空港内に入ってきて、降り、突然、私のように停電状態で面食らっている数人を捕まえては一言ずつ話しかけていました。そして、まさにその瞬間、私の背後から誰かが肩をつかみ、私を振り向かせたところ、約30分前に姿を消していた佐々木さんが笑顔で私を見ていました。非常に怒りに震えているところ、これは一体どういうことだと叫び出そうとした瞬間、突然空港放送で何かのアナウンスが流れ始めました。そしてその放送を聞いた中の人々は突然ほっとしたため息をつき始め、それぞれの荷物をまとめてどこかへ歩き出しました。そしてちょうどその時、空港のすべての明かりがつき、またもや理解できないアナウンスが始まりました。しかし、アナウンスは英語だけで、私は一言も理解できず、ただ驚きながら立ち尽くしているしかありませんでした。しかし突然、佐々木さんが私の手を取り、携帯電話で何かを見せ始めました。そしてその携帯の画面には、ノルウェー語で書かれた災害対策トレーニングのマニュアルと、空港が停電していたさっきのような状況がそのまま映し出されていました。成田空港では、空港の危険な状況や電力不足の状況に備えた災害対応訓練を行っており、実際に現在ついている明かりは、非常用発電機を起動して明かりをつける訓練まで完了した状態だと、佐々木さんが私に向かって、驚いたでしょう、と言いながら、私を安心させるように説明し始めました。驚いたことに、佐々木さんはもう車を運転している途中から停電している空港を見て、それが災害対策の訓練だと知っていたそうです。そして車から降りた途端、これまで訓練されてきたマニュアルに従って自分の任務を果たしに行き、戻ってきたのでした。しかし私にはどうして災害対策訓練が行われているのかさっぱり理解できませんでした。もしノルウェーの空港でこのような状況が起きたら、そこにいた乗務員はもちろん、乗客までが大混乱を起こしていたでしょう。しかしよく見ると、成田空港の日本人たちはそのような訓練状況に慣れているかのように、とても落ち着いてただ訓練が終わるのを待っているようでした。佐々木さんは私に対し、このような訓練を定期的に実施しているのが成田空港であり、世界中どの空港も成田空港のような実践訓練をしているところはおそらく全くないだろうという驚くべき追加説明をしてくれました。佐々木さんの説明を聞いてみると、いつ緊急事態が起こるかわからない空港で、このような日本の災害状況に備えた訓練は非常に効果的だと思えてきましたし、そんな訓練システムを考え出し実現させた成田空港の高いレベルに驚かされました。災害対策訓練だけでなく、台風や大雪の状況、さらには狂気の乱闘やテロに備えた訓練ガイドも用意されていると佐々木さんが話しており、非常着陸で日本の空港に滞在するようになった私のような外国の航空会社の乗務員も、このような訓練に参加していると言って、災害対策訓練は1年に1回しか実施されないが、私は非常に運が良かったと言っていました。常に緊急事態に備え、乗客の安全のためにこのような訓練を実施する日本の空港の姿に、私は真の先進国が何であるかを心から感じることができました。そして、この訓練の状況を理解し、訓練に参加したり、その時間を待ってくれる日本の人々の先進的な市民意識は、さらに驚くべきものでした。すべての訓練が終了し、私は佐々木さんと共に成田空港の乗務員が集まる集合地へ移動することになりました。そこでの説明を通じて、戦闘服を着ていた人々が予期せぬ緊急事態に備えた対テロ特殊部隊の訓練だったことを知ることができ、私が考えていたよりもはるかにスケールが大きい成田空港の災害対策訓練についての説明を聞いて、絶えず驚かされました。訓練に参加する人々だけでも300人以上の大規模な災害対策訓練であり、私の目に映る空港の停電状況だけでなく、電力緊急システムを動かし、故意に停電を引き起こす人々は、実践のような状況を作り出すために見えないところでさらに努力している方々でした。訓練に使用された機材を見るたび、私が勤めていたノルウェーの航空会社とは比べ物にならないほどで、このような体系的な訓練が行われているという事実に、なぜ成田空港が数多くの地震や台風のような自然災害にも大きな事故なく、依然として世界最高と呼ばれるのかが分かりました。私と同じ航空会社に勤める乗務員の同僚たちも、成田空港の災害訓練プレゼンテーションを見た後、このようなシステムはノルウェーの航空会社も見習うべきだと話し、最後には立ち拍手を送ることになりました。2週間の新世界のようだった日本の空港での災害対応訓練の後、私はノルウェーの空港で新しい任務を受け、勤務しています。
日本の災害対策訓練からかなりのインスピレーションを受けた私は、勤めている航空会社にもこのような日本の訓練システムを提案しました。驚いたことに、私の訓練提案はすぐに受け入れられ、今では1年に1度、必ず緊急事態の訓練を行うようになりました。そのおかげで、私は安全管理担当者として階級を上げることができ、今も月に1度は日本を訪れ、一つでも多くを学ぶために成田空港の安全管理担当者と個人面談の時間を過ごしています。もし私が緊急事態で日本に着陸していなければ、世界にこんなに先進的なシステムを持つ国があることを永遠に知らなかったでしょうから、今日も感謝の気持ちを持って日本で1日を送っています。今日の動画はここで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。